ニックに勤務している後藤真希です。年齢は20歳です。住所は宮地です。仕事の内容は受付事務をしています。心がけていることは一番初めに患者さんと触れ合うところなので、笑顔で声もハキハキと答えるようにしています。趣味は映画鑑賞で、特技は書道です。好きな言葉は人に優しく自分に厳しくです。好きな男性のタイプは思いやりがあり笑顔が素敵な人です。阿蘇市の好きな場所は阿蘇神社の春の桜並木が好きです。阿蘇市への要望は高梨ハートクリニック前のバス停を作ってほしいです。高梨ハートクリニックはスタッフも元気がよく、患者さんとの触れ合いも大切にしているアットホームな病院です。今私がいるここも高梨ハートクリニックのリハビリ庭園というお庭で、今ブルーベリーがなっています。こちらにいらっしゃった時はぜひお庭でも見に来てください。